ゴールは最初大迫がですね、このクリアを小笠原が丁寧につないだところから生まれたんですね。これです。まずここは小笠原選手のあのヘディングでのパスですよね、この、まあ、これも完全に大迫を狙って落としてというね、いいシュートですね。これコントロールがフィニッシュまでスムーズでしたよね、はい、こう力もなく一番難しいんですよね、あの抑えて隅に入れるって、はい、柏の方は途中で、まあ、少し並びを変えて盛り返してジョルジュ・ワグネル・バラダで同点です。そうでしたよね、今日最初 そのサイドからの攻撃でしたよね、はい、この飛び込みは防げれないでしょうね。これですね、トップの少し後ろから中盤のこのバラダが飛び込んで追いつきました。ところが鹿島は1分後、まあ、これは柴崎が見せました。これちょっと大きくなったようでしたけどもね、はい、その後のレナトも素晴らしかったですよね、まあ、夏をうまく外して最後押し込んだレナト、まあ、しかしながら4人ここに密集してきたところでこの冷静さでしたね、はい、ね、ただここも起点は小笠原選手なんですよね、彼から丁寧なパスが出てからでしたね、はい、まあ、最初の2点ともに小笠原が絡んでいます。でハーフタイムでネルシーニョ監督は左サイドバックに橋本、トップにネットバイヤーノを入れてネット駆動でこのチャンスです。本来の、まあ、今シーズン戦ったレイソルのシステムに変えましたね、はい、さらに柏は7分右上がったナスのクロスにネットバイヤーノ、一方の鹿島アントラーズは後半の15分裏を狙った興梠、まあ、ずっと点が欲しい攻撃選手なんですけどもね、はい、なかなかこうビッグチャンスが回ってこなかったですけどね、柴崎ルドラとつないで興梠のチャンスです。鹿島同点ゴール、溜めたネット抜けたレアンドロ・ドミンゲス、いや本当にこの2人で取ったゴールでしたね、はい、ここでヒールを、はい、そうですね、使いました。このシュートは放送中も言いましたけど簡単なシュートじゃないですよね、どうしてもこうインにかかって巻いていってしまうんですけども、左のサイドネットを揺さぶったレアンドロ・ドミンゲスのゴールで、まあ、柏が一時は追いついたんですが、この位置から、まあ、角度をつけて大迫に入るとターンからこのシュート、いや本当にこれはもうワールドクラスですよね。もうインターボールをもう膝下はコンパクトなフリーでしたね、まあ、ゲーム中川本さんおっしゃってましたけど、あれ狙って浮かせたんですかね、まあ、おそらく聞くとあのそうですって言うと思いますけど、はい、今日の2つのゴール本当にワールドクラスのゴールでしたね、はい、という最後の、まあ、大阪のゴールが決まってご覧のスコアです。3対2